よっしゃ。おはようございます、スリコー TV です。最近ね、お気に入りで使ってるトップウォーター、これね、アベンタクローラーのバゼル、これでね、ならではのね、ヒットシーンが撮れたので、まずはこちらをご覧ください。おっしゃ、あー抜けた。気持ちいいバイトだったね。このグラビアスのシャロースプールのね、この手のサイズのルアー投げんね、マジキャーンってトラブルなく飛んでくんで、それで遠目にえいって遠目に入れて、人の気配なしで誘う、こういうパターン。時間的にトップで出てもいいと思うんだけどな。出ないとか言って近寄ると、あんだバスいたじゃんっていう感じだと思うんで、ちょっと遠目からファサーっと入れて、いると思うんだけどな。もう一個流れが欲しい。なんか泡立つ、うんと、ゴンゴンに泡立つくらいの。チビバスくんもいねえのかな。ちょっと一匹ぐらい釣りたいな、アベンタクローラー。ちょっとワームでいじりすぎたかな、釣れちゃったかな。この雨で沈んだ後どこ行くんだろう。
よっしゃ、あよすげえ、あれませんはーい、アベンタクローラーバゼルのね、早巻きからもうリアクション的にストップの瞬間にドバッね、小さいながら気持ちいい出方してくれました。ありがとね。あ、でタックルはグラビアスにホワイトウルフの組み合わせ、じゃあ逃がします。はい、というわけでね、早巻きね、結構一点シェイクとかですね、そういう感じで使うことが多かったんですけども、これの売りの一つでハイスピードでもバランスを崩さないですよっていうね、そんなのがあったんで、でたまたまね投げて遠くでアクションしてる時にすごいね、足元の方でね泳いでるねバスを見かけたんです、あのタイミングで。で、ガガガガガガってね、一番ねトップスピードで早巻きしてピタってね、そのバスが行ったあたりで止めたらバコーンとねヒットしたということで、リアクション的にね食わせることができたんですけども、ほんとねスローから早巻きまでいろんなね釣り方でね出てくれるっていうことで、これほんとね面白いルアーだなーね。またね引き続きそのいろんなね一点シェイクから早巻きから、あとは通常引きからね、いろいろ試してみたいと思いますので、また釣れたらね動画にまとめたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の釣りコー TV はこちら、今勝のアベンタクローラーバゼル、これのね早巻きパターンで気持ちよくバスが出てくれてって、こういった動画でした。はい、東京湾からお送りしております釣りコー TV でした。これねオリンピック選手村、はいお疲れ様です。